でわかるファイナルファンタジー12。秘宝の使い方がわからなくて聞いたんだけど、また厄介なことになったんだよね。じゃあ続きやってみよう。今回は挨拶なしで。そうでしょ。そう、こんなチームで勝てるか。なんか森林っぽい。うわ、大森林。嘘でしょ。うわ、行かなきゃいけない感じだ。嘘。嫌な予感がする。うひょー、やっぱりそうだ。ゴルモア大森林か。そう、ここになんかやばいやつがいるからとか言ってたんだけど、行けるのかな。やっぱここ行かなきゃダメ。行かなきゃダメか。嘘でしょ。怖いんだけど倒せるかな。なんかあるけど、防御とかそんなに、そこまで私あれしないの。来ないじゃないけど、とりあえずラーサーがいるから大丈夫かなっていう勝手な思い込みなんですけど、しかも石化した人いるし、あ、石化中か、やばいな。待ってね、ストナ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 、金の針でどうにかなるもんなのか、これは。金の針、金の針、なんとかなる。石化中に関係あるのかな。あ、そうだ、彼女なら覚えてるか。ストナストナー、どうだ。そーれ、あ、なんとかなった、よかった。危なー。いや、怖い怖い。このこれですね、今のは石になっちゃうんですよ、時間経つと。それを防止する、それを解いた、解きました。そう、そうか、FF12 では石になったらもうある意味死んだも同然なんだ。そうだ、しっかり待ってた。みんなかかるの早いよ。ストナストナ、待って待って、ストナ、はい、もうみんなが石になったら大変。これで大丈夫かな。それ防止するためのあれも買ってくればよかった。やっちまったな。これかな、先に進めないとか言うの。あ、関係ねえか。じゃあこのままどん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 先に進めばいいんですね。なんか変な結晶とか言ってたです、言ってましたけど、それってこれのごとくですかね。何も反応しない、何も反応しないけど、あ、ここもですね、ここも先に進めないみたいですけど、どうにかできないのかな。なんだこれ、やばい結界。ゴルモアの森が拒んでいる。え、なんで来ること拒んでんの。私たちを、うんうん、私をかしらね。え、なんで。何するね。え、どうすんだよあれ。寄ってくんだな。ええ、寄ってく。過去は捨てたんじゃないのか。ね、他に方法がないから。ん、どういうことか。ねえ、ちょっと、あなたのためでもあるのよ。ん？ん？この二人もなんかあるんだね。焦っているでしょ。浜関がそうさせているの。あなた意外と顔に出るのよ。バレバレじゃん。え、なに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 、めっちゃかっこいい。何やってんの？つまりどういうこと？めっちゃかっこいい。こういうことよ。こういうこと？あ、すごい。なんか道ができたけど、ここ先に行けばいいのかな？この森に暮らすビエラの力を借りるわ。うんうん。もしかしてここってフランの？フランさん。フランさん。さてやさん。今の私は招かれざる客よ。逃げ出したってことなのかな。このままじゃ先進んでいいってことかな。かっこいいな、あのフッてやってさ、シュッて出すやつ。あ、めっちゃ綺麗。こんなところに続くんだ、あの魔法で。すごっ。この先の里にミュリンという子がいる。ミュリンちゃん、呼んできて。え、私が行かなくてもミュリンなら一緒に行こうよ。で、結局ここを操作するのはバン君と。あ、クポがいる。クポめっちゃ喜んでるやん。
と追ってきたんや。なんやねん、ここでなんかショップ始めてるで。お買い得クポ、あー地図買いたい、買える、よかった、買います買います。ともあざまーす。というわけでこのエルトの里、エルフじゃないんだ、エルトの里っていうとこに着いたんだけど、なんだっけ、先に進むための結界を解くためのものをくれっていう話だったんですよね。あ、なんだこやつ、なんだこの耳の子、耳の子って言ってもあれだけど、なになに、めっちゃ耳立ってるやん、ウサギやん、ウサギ。いや、なんかエルフやとあれか、耳がさ、ゼルダのリンクみたいな感じやと思うけど、エルトの里、遠いとこにフラン姉さんがいるわ。なんでそんなに入りたくないんだろうね。で、このままじゃ先に進めばいいのかな。うわ、なんかまたまためちゃめちゃ迷子になりそうやな、嫌やな。こんな感じ、あ、もうめっちゃ迷子なる、めっちゃ迷子なるで、これあかんって、あかんって。あ、いっぱい人おるな、話しかけてみよう。話せへんわあかんやん。あ、こいつは話せるな。どうも。ん、森に許さらずに森を歩むことは肩をす、結界はヒュームの子が引き返す。あー、人間を嫌うんだ、嫌なんだ人間のこと。そんな嫌わんといてほしいねんけどな。外界との接触は禁じられているわ、誰もお前の相手はしないでしょ。あ、なんだ、じゃあ話しかけても意味ねえんだな。じゃあまっすぐその結界を解いてくるなんとかって人に会ってくりゃいいのかな。あれ、おらんねんけど、どれ、どの子。ってわけでまた別んとこ来たけど、なあぐらかいてんな、お主はぐらかいておるけ。え、里を導くおさ、妖手がすまうみや。ヒュムには無用な場所だと思うわ。めっちゃ嫌われてるやん、ヒューム族。あかんって、めっちゃ嫌われてる。ミュリンだと、普段なればミュリンは橋を渡った先にいるが、行ったところでトローに終わるだろう。それに彼女がお前を知っているとは思えんな。うん、なんかめっちゃ拒まれてるよ。あ、反応した。あ、フラン以外全員来てる設定になってんねんな。ってことはあれやな、全員ヒュム族やん、人間族や。あ、もうなんかあれやれ、あ、みんな出てき出てき、ユンちゃん、そりゃ怖いよな。なあ、ミュリンって子がいるだろう、呼んできてくれ。ミュリンちゃん、ミュリンちゃんに我は用があるぞ。めっちゃ綺麗早々にいたっ。うわ、なんか言われた。なんで？ここはヒュムに許された地だ。本当はヒュムは来ちゃいけないんだ。ミュリンに会えたらすぐ出てくよ。そう、ミュリンちゃんにね、会わなきゃいけない。会わせてくれるまで出ていかないからな強気だな、もう。いいよ、勝手に探すから。さあ、どう思う？ほうほう。お？なんやなんや。あ、フラン来た。あ、フラン来たんやん。森の声が聞こえたの。この里にミュリンはいない。あら、そうなん、おらんのか。ヨーテ、あの子はどこ。なぜ尋ねる。必要なんだよ。あれの行方を告げる森の声、ビエラなら聞き取れるはずだ。ミュリンってそんなにすごい子なん。聞こえんのか。鈍ったものだ、ヒュムと交わった報いだ。人間と交わることはいけないことなの。森を捨てたビエラはもはやビエラではない。森を去ったミュリンも。あ、ミュリンちゃんも去ったんだ。だから見捨てようってのか。里の総意。里の総意。ビエラは森と共にあらねばならん。なこと言われてもな。それが森の声であり、我らの掟だ。じゃあそっちは掟を守ってろよ。そうだよ、こっち関係ねえからさ。こっちが勝手に助けるんだ、文句ないだろ。そうだな、その通りだ。ん、なに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 、切れた切れた、激おこぶんすかまる。なに、激おこぶんすかまるじゃん、大丈夫、やられない。何してんの。あがめをたたえ。あ、それじゃねえか。何してんの。あれじゃない、あのミュリンちゃんの場所。ミュリンは森を去って西へ向かい、西黒金をまとうヒュムどもの穴蔵をさまよっている。あ、聞き分けたんだ、すごい。
教えてくれた。それが森のささやきだ。さすが優しい。なんだかんだ言って優しい。ビエラが森の一部だとしても、森はビエラの全てではないわ。その言葉50年前も聞いたな。この種族の人たちって長生きしそうやね。でようわからんかったけど、なんやね、結局なんや。そう、掟に従わなあかんのね。ヒュムを拒めと、ゆえに我らビエラは結界を施しました。ヨーテの許しを明かし、デンテの涙を帯びた者以外は決して通りません。ああ、そうなんだ。じゃあそのなんとかっていうのは必要やねんな。何これ、何この青いの、トレジャー。あー、え、すごい。ヘイストってあれあれ、あのな、戦闘速度が速なるやつ、速度が増すやつやね。ってことでここまで戻ってきました。入り口までね、長、意外と長かった。やるじゃないか認め、あんなのから情報を引き出すとはね。めっちゃ認めて、認められてんじゃん。さて、ヒュムの穴とか言ってたが、バンクール地方のヘネマセキコでしょ。オズモーネ平原の南ですね。はいはい。あの一帯は我が国の植民地なんです。軍もいるでしょう。じゃあ見つかるとやばいな。それがどうした。行くぞバン。もう余裕みたいな。あのさ、うん、さっきほらヨーテが言ってたろ、その50年前がどうとか。はい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 。フランって何歳って聞くんじゃね。それでフランって何歳。うわ、言いためっちゃ失礼なこと聞きやがったこいつ。うわ最低失礼ですよ、ほんと子供なんだから。もうさんと最低。気になるのはわかるけどさ。ってことでここの長老さんはあのさっき教えてくれたヨーテって人やねんな。無用な衝突は避けたいわ。用があるなら早く済ませて、済んだら西に戻ってオズモーネ平原に出ましょう。ヘネマセキコは平原の南に。わかりました。じゃあさっさとセーブして準備してきましょう。あれ、君ポーション持っていないか。仲間が大怪我をしているんだ。このままでは死んでしまう。頼む、ポーションを分けてくれ。うわー、帝国兵の願いでは絶対嫌だけど、まあしょうがない、あげよう。あー、すまない、恩に切るよ。まあ困った時はお互い様ってことで。君のおかげで仲間を助けることができた。本当に感謝してるよ。ありがとう。私たちはヘレマセキ港から来た。少し前のことだが、マセキ港が何者かに襲われ必死にここまで逃げてきたというわけだ。仲間の傷がもう少し良くなるまで私たちはこの場所で休んでいようと思う。その間でよければ君に私たちのチョコボを貸そう。この辺りはチョコボでしか行けない場所も多い。必要な時はいつでも私に言ってくれ。君は仲間の命の恩人だ。遠慮せず使ってほしい。なんだ、おめえいいやつじゃねえか。いいやつじゃねえか。おお、マジか。あ、じゃあ遠慮なく借ります。借ります。おお、ありがとう。ん、そういえば君はチョコボしか通れない道、あったね。オッケーオッケー。で、へでマセキコね。了解、わかった。じゃあチョコボに乗ってまたまた一気に行きましょうかね。というわけで着きましたよ。ずっと私西だと思ってたんですけど、オズモーネ平原の南だって。だからここですね、ここここ。やっと着いたよって。みんな倒れてるがな、何があったの。え、やばい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 、グロッキーになってる。うわ、みんなグロッキーまみってる、やばい。ドラクロアの研究員です。ドラクロアの研究員、どうしてこんな場所に。どういうこと。どうせろくでもない研究さ。何をしたの。何、人体実験とかやったのかな。え、怖っ。この先行きたくないんですけど、私。やだよ、行きたくない。え、でも行かなきゃいけないんでしょ。そのミュウリンって子探しに行かなきゃいけないんでしょ。やだ、このハテナハテナハテナっていうのがまたなんかやだね。やだやだ。何？うわー、何これ。うわ、やだやだ。ヘネマセキコ。すっごい嫌な感じがする。うわー、もう見るからしてやばいよね。まあ、これもまたやっていかなきゃいけないんですよね。どん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 、じゃあ攻略していきましょうか。できる？ちゃんと当たってるね。ここに来るまでがね、長くて30分ぐらい時間かかりましたね。ずっと迷ってました。もうお恥ずかしい限りですよ。
うわー、血吸われちゃった。血吸われちゃった。怖い怖い。また音楽がものすごく壮大ですね。まず地図出さないと迷子になりそうだな。もう今の時点でかなり迷子になってます。あ、なにこれ、オープン、なに、フェンス開閉スイッチ、そんなのあるんだ。よいしょ。こうするとどうなんの、ん、何が起きる、あそこがもしかして開くとか。おお、開いたけど向こうが閉まったよ。どういうこと。フェンスの開閉する音が聞こえた。多分こっちのことなんでしょうけどね。なんか一人戦ってるけど大丈夫、死にかけてますよ。お兄さん死にかけてる、大丈夫。ほれほれ、回復しちゃる。お姉さんが回復しちゃるよ。あ、ここも先もまた、うわ、これおそらく謎解きだな。あ、おじさん、なんとかここまで逃げてきたか。気をつけろ、アリスはまだ魔石庫の国。何が起きたってのさ、怖いなあ。で、また開いてる閉まってるっていうのがあるんだね。で、こっちはさっき来たところだから、ここでまた開閉スイッチを押せばいいんだ。それ。そうすると、あー、なるほどね、こうやって開くんだ。絶対迷子になる、これ絶対迷子になるよ。死んだ。ということで、だいぶ奥まで進んできました。もう途中プリンのね、ゼリーみたいな大群に襲われても死なかったもん。ルース魔石工のものとよく似ています。ルース魔石工って何。ドラクロアは新たな魔石工を探しているんでしょう。そうなんだ、新しく見つけてなんか悪くするの。解放軍が動けばビュエルバさんの上質な魔石を輸入できなくなりますから。あー、なるほどね、探してんだ。うわー、グロいよー、グロいよあの子なの。でもこのミストは…何何、あ、ミュランちゃん見つけた。ミュランちゃんじゃねえ、ミュリンちゃんだ。ミュリンちゃんか。え、なんかやばいよ。え、なんかやばいやばいやばい、絶対やばいやつ。ヒュムの匂い、力の匂い、やばいやつだよ、一番やばいやつ。どうしたの。あ、やばい、寄るな、襲いかかってきそう。力に飢えたヒュムが。あ、やばい、ほら、あ、怖い。また向こう行っちゃったよ。大丈夫。いや、やばいやばい。だから変な踊り踊ってるよ。どういうことなんだろうね。あ、ここでやっとセーブできるよ。しかもテレポもできる。来たよ、これ。やっと来たんじゃない？あ、セーブしよう。おっ、セーブできた。やばいな。これ多分、あれだよね。ボス戦が待ち構えていそうな気がする。何？注意事項。行動内でモンスターと遭遇した場合は、たとえそれがどんなモンスターであっても、決して一般の作業員だけで立ち向かわないこと。無理するな。やばい時は逃げていい。やばいよ。いや、私普通にもう死にかけてるからな。7万8000も歩いてるわ。じゃあ一回これ装備整えて奥行くことにします。さて、いろいろと準備が整いましたので、いよいよ奥に行ってみたいと思います。もういかにもね、怪しいって場所なんですよ、ここ。ほら。なんで行ってみたいと思います。あー、長かった。レベル上げもこれきつかったよ。結構大変だった。さあ、奥まで来たよ。この子大丈夫？めっちゃフラフラしてこんにちは、こんにちは。元気そうだね。わー、すごい大きなお口、とっても美しいお口ね。まさかあなたと戦うの？なほだー。そんなー、最悪もー、なんでこんなんの。あ、でもいい感じにダメージ与えられてるが、かなりね、防御と、あとね、装備を整えました。なんでね、まあボス自体もそんなに HP は高くないのかな、どうなんだろう。ただね、ボスって大体何パーセントとかになると、ほら、こうやってダメージを与えてくるんで、まあ気をつけないとすぐやられちゃいますよね。まあ約1名死にかけてますし、こうやってヒーラーが、フランとアーシェが、アーシェで、でも二人とも別に白魔導士とかを得してるわけではないので、まあ、気をつけてやっていかないと、まあやばいというわけなのでね、HP に気をつけながらやっつけていこうと思います。今んところもう 60% ぐらい HP 切ったんかな。なんだかんだ、アッシュマンに倒せそうやな。どうやどうや。やばい、調子に乗ってると死ぬ。やばい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 。なんだかんだ言ってまだあと 50% 以上ある。やばいよ、やばいやばい
え、石化中？ちょっと待って。待って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 、石化すると死んじゃう。死んじゃう。死んじゃう。あれどれ？あ、金の針これだ。オッケー。使えば大丈夫。まさかこいつ、石化させてくるモンスターだとは私知らんかったぞ。まだ炎も入ってくるしさ。こういうの見るとなんとなくモンハンを思い出すのって私だけですかね。いい感じに倒せてるとは思うけどどうかな。でもとどめはね、ミストナックみんなの必殺技を使って倒そうかなっていうふうに考えています。やばい、死にかけてる。オッケーオッケーオッケー。ええ感じやね。あ、相手も死にかけてきてるね。オッケーオッケー。こうやってやっぱ HPA で分かるといいですね。本当にやりやすい。危ない危ない。じゃあそろそろ決めていきたいと思います。いくぞ。アーシェちゃんの必殺技くらえ？くらえ？どうや？ほい。正常なる七筋の光よ。いけ。あ、かっこいい。やっぱ必殺技っていいな。これでね、とどめさせるからほんと楽。ただ続けられるかどうかっていう心配があるけど、うまくね連鎖させないとしんどいからな。いや強い。オッケーオッケー、いけるいける。まだまだいける。今んとこ3つやな。で今バッシュが4回目やって、5個目誰かにつなげたい。我が拳に宿れ。誰かにつなげたい。つなげたい。つなげたい。あー、誰か間に合わなかった。嘘、間に合わなかった。ショック。これで決められるかな。決められるかちょっと心配だけど、どうかな。これで決まればうちらの勝ち。どうや？どうや？ダメじゃねえかよ。全然ダメじゃねえかよ。全然ダメだよ。決まってないよ。しかもなんか胴枠にかかっちゃったよ。うわ、何にもできないやつだ。うっしょ。ちょっと待って、じゃあここはじゃーん、ちゅで、行きましょうか。いやー、ダメージが、しかもスリップもかかっちゃったからね。うまく続けられるかな。あとパンネロちゃんの方がミストナックできるから、もうワンチャン、もうワンチャンやってみようか。決められるかな。もう一回。さあ、もう一回。ワンタイム、ワンモアタイム。くわよ。嘘でしょ。危なっ、危なっ。全然続けられそうにない。終わりそう。大丈夫。 あのね、全然大丈夫はないよ。全然大丈夫はない。えい。大丈夫って言われても大丈夫のだの字もないぜこれ。やばいやばい、死んじゃう死んじゃう。わよ。あ、ダメだった。うわ、3コンボしかできなかったぞ。えい。これでどうかな。まあ、もう一回炎のなんとかが追撃してくれるから俺で倒せればいいんだけど、こういうとこ、こういうとこほんとね、難しいよね。続けるのってほんと難しい。あ、倒せたー。よかったよかった、倒せたー。よかった、できたー。アーシェちゃんでとどめ打ちたかったけど、パネロちゃんが一人でなんとか倒してくれた。よかった。あー、輪っかも取れた。やっぱ装備整えないとあかんな、こういうの倒すときはね。あ、出た。カッコつけポーズ。ってことで、コングラチュレーションズ。なんとかクリアできたよ、よかった。うん、皆さん決まってますよ。とてもポーズが決まっております。あ、かっこいい。棒読み感。で、これ倒せば、そのミュリンちゃんって子は救えるのかな、どう？あ、聞いた。大丈夫なんかな。どうどう？あ、なんかめっちゃ苦しそうよ。あ、絶対これのせいだよ。この浜関。多分これのせいじゃね？何を持ってたんだ？あー、割れちゃった。あ、やばいやばいやばい。え、なに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 、なんか変なやついる。もしかして2連戦？あ、そういうわけじゃないのかな？あ、大丈夫そう。なになになに、なんか悪魔が乗っ取ってたの？こーわ。あー、ぶっ倒れた。大丈夫？何だったんだ今の。私もわかんない。あ、苦しそう。どうやどうや。姉さん。え、かわいい。めっちゃ声かわいいんだけど。
しかもお姉さんなんだ。そうなんだ。この二人は姉妹関係だったんだ。知らなかった。もうね、みんな同じ顔してるからわかんないよね。あ、でもさっき乗っ取られた時と声が全然違う。いや、何よりも無事でよかったよ。俺に帝国兵が現れた時も、里の仲間は無関心でした。森が荒らされない限り、ビエラは外からの何もかもを無視するんです。あ、言ってたね。起きてって言ってたね。私は不安で、帝国の狙いを突き止めたくて。あ、それで一人で来たんだ。それでここまで調べに来たらとっ捕まった。同じこと言ってるわ。無鉄砲は姉譲りかね。可愛い。でもあの人たち、私に石を近づけた。石？あの石か。はいはい。人体がミストを取り込むとか、ビエラが最適だとか。あ、そうそうそう、なんか反応しちゃうんだよね。過剰反応しちゃうみたい。その石の光を見たら、私リヴァイアさん。リヴァイアさん、何それ。あの時、暁の断片が放ったミストが私をたけらせたように。うん、ああね、狂ってたね、フランさんもね。この子の心を奪ったのは。そんな力があるんだ。心臓、浜崎。え、怖っ。カンネロさん、僕が差し上げた石、まだ持っていますか？あ、作ったやつね。はい、もちろん。なになに？僕の想像以上に危険なものでした。あなたに渡すべきじゃなかった。ああ、これお守りですとか言って渡してくれたもんね。こんなものを。私にとってはお守りだったんです。優しい。リヴァイアさんでもみんなを守ってくれて。そうだよね、守ってくれたことあったもんね、一回ね。危険な力だろうと支えにはなるのよ。うん、なんか悪いように使ったら危ないけど、いいように使えばね。そういう力のもの多すぎやろ。ってなわけで、あ、みんなでここまで戻ってきたんだ。あのチョコボの、チョコボじゃないといけないのをどうやって乗り越えてきたんだ、この人たちは。あ、さあ、エーテの涙だっけ？もらえるかな？森のささやきを聞いた。はいはい。持っていけ。優しい。レンテの涙がお前に。あ、エーテじゃね、レンテか。あ、森を越えてどこへなりと行く。優しい。よかったよかった。それだけなの。森を出て知ったわ、世界は動いてる。あ、めっちゃ訴えて訴えてる。ビエラは何もしないというの？ヒュムの世に関わるのはビエラの佐賀ではない。嫌なのよ。イバリスが動こうとしているのに、ビエラだけが森にこもっているなんて。私だって森を出て自由に生きたいのよ。でも私もな。やめておきなさい。ユリンちゃんに賛成だけどな。あなたはヒュムに関わらないの。関わったら危険っていうのはね、フラン姉さん分かってるもんね。森と共に生きなさい、うんうん、それがビエラよ。でも姉さんだって。もうビエラではなくなったわ。あ、そうなんだそうなんだ。森も里も家族も捨て、自由を手に入れた代わりに過去から切り離されてしまった。うんうん。今の私には森の声も聞こえない。ミュリン、あなたもそうなりたい？うん。姉さん、なんとも言えないよね。あなたの姉はもう一人だけ。あ、また聞いちゃった。私のことは忘れなさい。大事なシーンなのに。あー、かわいそう。嫌な役をさせたな。あの子は掟に反発している。うん。掟を支えて里を導く立場のあなたより、掟を捨てた私が止めた方がいい。うんうんうん、そうだよね、実際体験してるわけだしね。頼みがある。なんや、また頼みかいな。私の代わりに声を聞いて。あ、なんだ。もうどっちのどっちが声か分かんなくなってる。私を憎んでいる。分かんなくなってる。どう言ってんだろうね。
すごいよね、この力。私も森の声聞きたいんだけど。不思議な力だよね、これね、ほんと。なんて言ってんの？なんて言ってんの？去っていったお前をただ懐かしいだけだ。うわ、いいやつじゃねえか、森フォレスト。嘘でも嬉しいわ。よかったよかった。これもこれでね。気をつけろ。森はお前を奪ったヒュムを憎んでいる。ヒュム、やっぱりそれでも憎んでんの？今の私はヒュムと同じよ。そうでしょう。なんとも言えないよね。さよなら、姉さん。姉さん？ビエラ族はみんながお姉さんなのかな。姉さん、姉さんってことは、この3人がもしかしたら姉妹？そういうこと？3人兄弟の真ん中の子なのかな。あ、レンテの涙を手に入れた。よっしゃー。じゃあ今回はレンテの涙を手に入れたところで終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。では次のファイナルファンタジーのお時間でお会いしましょう。またねー。最後までご視聴ありがとうございました。ただのレインチャンネルではゲーム実況をメインとした動画を YouTube に上げてます。